まだ回想出る予感する。まあでも56層のストーリーでちょっとね、あの地下の話がちらっと出たから、もしかしたら次の回想はあの国鉄級の地下かもしれない。難しいとこだねそこは。俺もちょっと分かんないんだけど、国鉄級地下って言ったらねえ、ユイが出るかもしれないし、ちょっと分かんないんだけど、一応ちょっと確認。56層ストーリーもこれこんなにあるから、どこら辺なんだろう。地下の話どこら辺で出てきたっけな。あれここだっけ、この回じゃないんだっけ、どこだっけ。なんか地下がどうのこうの言ってた回、話どこら辺。え、地下、これ地下のさ話出たところってどこら辺だっけ。ここでもマザーズローザリオ出てくんだっけ。あ、国鉄級の地下を調べてくれないかって言ってる。ほら、調べてくれないかって言われたから、これ電話で。これ多分次の回想、これ国鉄級の地下だと思うんだよね多分だから。これなんかそのアインクラッド内で電話、黒電話が使えて、で外とね、あの連絡が取れることになったんだけど、でこの気候家さんが言ってたのが、そしてもう一つ、ダイソーの国鉄級、その地下を調べておいてくれないかって言われたから、もうこれで、もうだって主人公たちはこれをするしかないわけじゃん。あの、やっと手がかりをつかめたみたいな感じで。とりあえずこれやっておいてくれないかって言われたから、やるに決まってるじゃん。だから、おそらくだけど、次は、まあ何層になるかわかんないけど、国鉄級の地下に行けるんじゃないか。まあ、次の階層か分かんないんだけど、次のアップデートで来るか分からないんだけど、まあ、そのうちね、次か分かんないけど、その次かもしれないけど、まあ、国鉄級の地下に行くんじゃないかなって思います。はい。これがね、その最新ストーリー、この集いし農民パワー。これ動画化するか。そうだね。そう、これね、一応、そう、釜の死神ボスかな。そう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 。